いやー、いいお日柄だね、本当にね。知り合いの仲のいい仲良し夫婦とね釣りに来てますけども、今日からね、一泊二日でね、だからね、釣れた魚食べますね、食べます、聞いてる、聞いてるのか。さて、ちょっと誘導機のね、それからスタート、こっから回ってくるからね。そこに今おっしゃ、来た、グレーでした。久しぶりに釣ったな、めっちゃ綺麗これ、グレー綺麗だな。お腹、おい、逃がそうこいつは、まだちっちゃい、お、沈んだ、うわ沈んだ、おっしゃ、よっ、オーケー、おお、めっちゃ引くなグレーは、オッケー、これはずっとグレーか、オキアミは早いんよ、アサリとかにしてもいいよ、ちょっと張り持ちいいから、ちょっと棚が浅くね、今度、おっしゃ、オッケー、おっ、今度何、今度なんだ、おお、今度何、グレか、グレフィーバーです、今めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗グレ。あれイワシやな、イワシに突っ込んだよな、来た、やばいやばい、ジグテリジグ、もう投げてた方がいいよ、その辺から、やばいやばいやばい、わらっさ、すごいね、ずっとおるやん、ねえ頑張る、あの瞬間やね、もう右出す、ガシラ安定のガシラでかいよ、でかくない、うん、まあ食べれるな、はいはい、持ってから、これでかれる、でかれる日本語おかしいやん、もうでもこれでかれる、そこちょっと生かしててなあ、写真撮る、とりあえずキープまだ1匹だから、ほんと2人もうちょっと頑張ってもらっていい、テルシーはワンチャンあのワラサっていう大物がおるから、あれ1匹でカサゴ50匹分ぐらいあるからね、自力で大物や、大丈夫です、あのバサ持ちできる、うん、おお、でかい、でかっ、これでかいよ、ちょっと横、そうね、あ、横というかちょっと片手で、そう、ギュッと前出して、かわいい、めっちゃでかい、めっちゃでかい、これは刺身やな、これでっか、肉厚、刺身でいこう、今日、よっしゃ、お父さんからサバもらいました、やったこんないいやつがおんねんね、お父さんからサバもらいました、よし、
編んでって。いいのこれ、マジ？ありがとうございます。あ、大丈夫大丈夫。皆さん、お父さんから大毛旗いただきました。今日はトレーラーハウスです。右前のピーちゃんがおるからな。海がね、あって釣り桟橋があるんで、そこで釣りもできるという感じですね。今日はね、ちょっと楽をしてね、車上泊とかしないように、こういった感じでキッチンもあるんで、とりあえずそのさっき釣った魚をね、調理して食べるっていうのもここです。はい、こんな感じ。いいね、トレーラーハウス。はい、まあ、あと焚き火をして、また明日の朝の釣りに備えます。はい、今日はね、鍋なんで、まあ男飯、女の子もいるけど男飯。長ネギを並べると、こうね、うお、これぐらい切っとくか。4分の1でちょっと大きめでいくか。はい、こうしてこうと。はい、よし、入れて、で、お、めっちゃ綺麗。なかなか。オッケー。よいしょ。いい感じ。オッケー、うまい、最高。見て、すごい。いけるよ。 OK、 オープン。おい、いいね、いいね、いいね。うわ、おいしそう、やば。ちなみにやばい、頭はまあ頬骨とかあるからちょっと食えるから、うん、背骨、尻尾はあのでかいですね、うん、まあ、出汁で取っただけ、うん、であとはカサゴ、大門旗入ってます。美味しそう、はい、もう食べれるんこれ。もう食べれます。マジ、もう食べれます。イエーイ、はい、食べようぜ。イエーイ、せーの、いただきます。You could do it anyway. I could do it anyway.
怖っ、やばい、やばい、やばい、やべえ、覚醒した今初期。来た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 、よし、オッケー、帰れそうだね。